タキグラフは政府の値の累積的影響を判断する際に役立つ可視化用グラフである。レンガが宙に浮いているように列が表示されることから飛行レンガグラフやマリオグラフとして知られている。金融用語で橋と呼ばれることも多い。戦略的コンサルティング会社であるマッキンゼドカンパニーにより顧客向けプレゼンテーション手法として普及した。 インベントリ分析や性能解析などの多様な定量分析にて利用されている。マイクロソフトエクセルなどのソフトウェアにて描画できる。以下の画像例において AB 列が一般的なグラフの項目や値を示している。元データのスクリーンショット上記の画像例においてタキグラフ作成の際には DG 列のように加工する必要がある。その結果、 数値が累積した棒グラフが描画され数値の増減に伴い色分けされる。出力結果例実際の作成においてはより高度な手順を踏むため大抵はマクロやアドインを用いて作業を簡略化する。サポートソフトウェアとしてはオリジンなどがある。ありがとうございます。